サー・ウィリアム・ジョージ・グランビル・ベナブルズ・バーノン・ハーコートは、イギリスの政治家。ビクトリア朝後期の自由党政権で、閣僚職を歴任した。昭栄国主義派であり、長らくグラットストーンの支持者だったが、第四次、グラットストーン内閣ではグラットストーンから離反した。ローズベリー伯爵の後を受けて野党期の自由党の党首となったが、党を掌握できず、間もなく退任。 サーヘンリー・キャンベル・バナマンが代わって自由党党首となった。1827年10月14日、ウィリアム・バーノン・ハー・コートの次男として、オックスフォードのナンハム・パークに生まれる。父は科学者で、英国科学協会の事実上の創設者であり、ハー・コート男爵、ベナベルズ・ハー・コート家の分流にあたる1851年に、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジを卒業。 1854年に弁護士資格を取得し、1866年には直線弁護士となった。1869年にはケンブリッジ大学の国際法の教授となる。1873年には法務次長に任じられるとともに、ナイトの称号を与えられた。1870年6月4日のバニティフェア史に描かれたハーゴートの似顔絵。 1868年から1880年にかけてはオックスフォード選挙区から選出されて自由党の庶民議員を務めた。1880年から1895年にかけてはダービー選挙区、さらに1895年から死去まではウェスト、マンマスシャー選挙区から選出された。1880年に第2次、 グラッドストーン内閣が発足するとその内務大臣に就任する。1880年の狩猟法、1881年のアイルランド武器法、1883年の爆発物法の制定などに活躍した。彼は閣内においてグラッドストーンに最も忠実な閣僚であり、1884年にスーダンハルトゥームで、 マフリー軍に包囲されたチャールズ・ゴードン将軍を救出する援軍を派遣すべきか否かの閣内論争では、ほとんどの閣僚が援軍派遣に賛成する中、昭英国主義の立場から援軍派遣に反対するグラッドストンをインド担当大臣、キンバリー・伯爵と共に最後まで支持した。1886年1月末に成立した第三次、グラッドストン内閣の組閣に際しては、 ハーコートは大法官として入閣することで貴族になることを希望していたが、グラントストンからの要請により、財務大臣として入閣することになった。しかしこの内閣は、アイルランド自治法案をめぐって失敗したため、7月には、総辞職へ追い込まれた。1892年12月3日の、バニティフェア氏に描かれたグラントストンとハーコートの似顔絵。 1892年7月に成立した第四次、グラッドストン内閣でも財務大臣として入閣したが、この頃には、ハーゴートは、グラッドストンのアイルランド自治法案への偏愛ぶりを、煙りたがるようになっており、グラッドストンに口答えするようになっていた。しかし、昭栄国主義派という面では、ハーゴートは、グラッドストンと同じ立場であり、 1892年から1893年にかけて自由帝国主義派の外相ローズベリー伯爵が推し進めていたウガンダ植民地化にはグラッドストンと共に慎重姿勢を取った。また列強の植民地争奪戦の激化で1893年後半からイギリス国内では海軍増強の必要性が叫ばれるようになりグラッドストン内閣でも 閣僚のほとんどが海軍増強に賛成するようになった。グラッドストンとハーコートと他に閣僚はそれに反対し続けたが、1894年に入ると、ハーコートは海軍予算増額を認めなければ内閣が和解すると考え、海軍増強派に転じた。これによって、閣内で完全に孤立したグラッドストンは海軍増強の是非をめぐる、 解散総選挙を行おうとしたが、閣僚の全員一致で反対された。ハーコートも、利己的な強靭の行為と評して、グラッドストーンを批判した。結局グラッドストーンは辞職することになった。グラッドストーンの退任で自由党庶民委員、院内総務には、ハーコートが就任することになった。第四次、グラッドストーン内閣の辞職に際して、ビクトリア女王はグラッドストーンに、 公認の首相について過問しなかった。世論は、ハーコートが公認の首相になるものと思っていたが、ハーコートは態度が傍若不人のため、閣内で嫌われており、ハーコートを首相にすれば、直ちに内閣が瓦解する危険があった。そのため女王は、ローズベリー伯爵に、祖閣の体名を与えた。だが世論はそうした事情を知らなかったので、ハーコートが、 理不尽に女王に退けられたと考え、ハーコートに同情を寄せた。ハーコートは、ローズベリー伯爵内閣でも、財務大臣に留任し、海軍増強予算を捻出するため、累進性の相続税を制定した。これにより、ハーコートは、貧しい庶民の人気を集め、一層世論面で優位に立った。しかし自由党政権そのものが長く続かず、 1895年6月には、ローズベリー伯爵内閣は、議会で敗北して、総辞職に追い込まれ、第3次ソールズベリー公爵内閣が発足した。ゲア後の自由党は、ローズベリー伯爵が、名目上の党首を務めつつ、ハーコートが自由党庶民院院内総務、キンバリー教が自由党貴族院院内総務として、それぞれの院の自由党を指導した。 ローズベリー伯爵とハーコートは折り合いが悪く、1896年10月にローズベリー伯爵はハーコートへの当てつけで党首職を辞した。この際にハーコートは党首が去っても何も変わらんよ。自由党員が一人減っただけだ。お先真っ暗なので帽子を取ってさよならしたのだろうと嘲笑したという。以降ハーコートは自由党党首も兼ねるようになった。しかし、 トランスバール共和国をめぐって、南アフリカ情勢が緊迫する中、自由党は、ハーコートや、サー・ヘンリー・キャンベル・バナマンら、小英国主義派とローズベリー伯爵や、ハーバート・ヘンリー・アスキスら、自由帝国主義派に分裂していった。もともと敵が多いハーコートは、庶民員自由党を掌握できず、1898年春には、辞職に追い込まれた。公認の党首には、 キャンベル・バナマンが就任する。1904年10月1日にナンハムで死去した。1859年にマリア・テレサ・リスターと最初の結婚をし、彼女との間に以下の2子を設ける。1876年に歴史家、ジョン・ドスロップ・モトリーの娘エリザベスと再婚し、彼女との間に以下の1子を設ける。ありがとうございます。